私からのお願い実況動画を見て興味が湧いたら自分でも買ってプレイしてみようセット早、はい、くそどうもよしです火消しという名のね VR の体験版やっていきたいと思いますそれじゃあスタート、まあ、舞台設定としてはね江戸時代のこの火消しさんたちのお話らしいですで主人公はどうやらね死んでしまって幽霊になった状態になっているぐらいしか分かってませんが、まあ、楽しみですねやっていきましょう はじめままししておみつと申します江戸時代の職業の一つである火消しについてお話ししますね江戸の家屋はかやぶきの家屋でこれが非常に燃えやすいものでしたまた日本の気候として冬の間の乾燥した気候ということもあり江戸の町ではたびたび火事の被害に見舞われましたそんな時に活躍したのが火消しと呼ばれる町の若者による団体でした 地域によっていぐみろぐみなどのいろはじゅんに組を作りそれぞれの地域の火消しを担当していました当時の火消しの方法はとても大胆で火が燃え広がらないように家ごと壊すというものでした破壊するめどを立てるため風を読み破壊する家を決めその家の1軒先でまといと呼ばれる組のトレードマークを振る役割をしている人のことをまとい持ちと呼んでいました このいもちのいる家までに消化できなければまといもちは死んでしまいますそこで当時の火消したちは一生懸命まといもちのいる家までに火を消そうとしまといに火の粉が降りかかることを何よりの不名誉としていましたこのまといもちですが組の顔といっても過言ではなく実力判断力度胸に優れとても庶民に人気があったとかこのお話はそんな火消しの花形 持ちの雪の城さんのお話ですどうぞお楽しみくださいなんかね小学校か中学校、まあ、忘れたけどね聞いた話でしたね、うん、社会でね、うん、で私は幽霊ですあっけないものだな火消しの最中に足を滑らせて屋根から落ちて死んでしまうんだから火消しのいぐみにこの人はありと言われた雪の城がこうもあっさりなくなっちまうなんて なるほどどうやら私は死んでしまったのかうーんよく覚えていないな二人が私と同じ火消し仲間というのは覚えているのだが自分のことについては全くわからないこうしていても仕方ないお金を集めて大きな葬式を挙げてやろうじゃないかそうだな それから数国の間いろんな人が出入りして私の死体に線香をあげていったどうやら私は割と愛されている人間だったようだわかる顔もちらほらいるが女性の顔はとんとわからねえ人たちばかりだほうほんとらいろいろ花とか置いてあるなうん どうなった？<laughs> お、見えてるへいどうもー <laughs> やってる場合じゃねえか彼女がその場にいるのが信じられないような心地がした彼女は一年前に別れたと記憶している恋人だった女性であるうんあ動かせるねこれどうすりゃいでくれないのかな おおやおりょう久しぶりじゃないか私のことが見えているのかいああお前が死んだと聞いて駆けつけたら一体どうしたんだいお前宙に浮いちゃってさどうやら私は死んでしまったようだがまだ成仏はできないようでこうしてとどまっているようだ何か心残りでもあるっていうのかいそれが分からねえんだ 記憶が曖昧で人の顔と名前しかわからねえ自分が死んだ時のことすら覚えてねえんだ見られたらまずいものでもあるんじゃないかい借金の証文か春画かそういうものでもきっとそれが心に引っかかって成仏できないんだ春画ってね年頃の娘がそういうこと言うもんじゃないよ年頃って 私はもう娘という年齢でもないだろう。お前よりも3歳も年上なんだからはいはい、お前はそういう女だったよ。しかし、どうしようね私は物に触れないんだ。元恋人のヨシミだ。私が行ってお前の春画を燃やしてきてやろう。まだ春画と決まったわけでもある前に。<laughs> というか。 女子にそういうのを片付けられるのはじゃあどうするんだいお前と喋れて話すことができるのは私しかいないんだろそれともそのままずっと漂ってるつもりかいああそれも嫌だなそうだろほら私に任せておきなさいさて春画はどこにあるんだいだから ままだだのせいいと決まったわけじゃないだろうどこだっけねあることにはあるんだろうがとんとん思い出せねえ我が遺品整備がてら探しちゃくれないかい仕方ないねまあ幸いものは少ないんだしすぐ終わるだろ。 どどうしたのねえおい、どこ行くんだあれ、入れなんてしてるんだな江戸時代のこの辺のよくわからねえんだけど、まあ、そうらしいんだな彼女の姿を見ているとふと彼女が出て行った時のことを思い出したなあおりょうなんで私たちは別れたんだっけねなんでってそれも覚えていないのかい喧嘩別れだろああ お互いに気が強いからねそうだね確かその時は油が切れたのにどちらが買ってくるかを争っていたんだっけね結局私が怒って出て行ってそれっきりさそんなことで喧嘩していたのかいそれだけではないよ積み重なって言っていたんだお前さんはモテるからね火消しのまといもちだ一番の花形だからね 仕方がないことではあるんだろうけれどね昔の私はそれがひどく気に食わなかったお<ー>焼きもち入ったんですね何嬉しそうな顔をしているんだいいや、焼いてもらえていたのかと思うとねああ、バカバカし黙っておけばよかった 机のあたりにあるものはこれで全部だね服はどうせ七に入れられるんだろうしそのままにしておくよそういえば思ったよりも旬河は少なかった,けどあったんかど本当にこれで全部かいこの狭い部屋でそこになければ全てだろうよ消紋も期限が残っているものは避けてあるよ他には釣り損じの浮世絵ばかりいらないと思ったから処分するが ああ好きにしてやってくれしかしなぜ私の家にすり尊じの浮世絵なんかあるのだろうは元に口をきかなければ手に入らないはずなのにこれで終わりだねそれにしても一向にお前さんが成仏する気配がないねそうだねどうやら心残りはこれではなかったようだ。 ここまでやらせておいて他に心当たりは全くないねというより思い出せない仕方がない一度お前の遺体のところに戻ってみるか何か進展があるかもしれない <laughs> 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 浮世絵のすり損じが手に入ったから持ってきてみればこんなことにこれならもっと早くに持ってきたらよかったですね <laughs> 誰だあれは隣に住んでる摺市のおみつさんだどうやら私は彼女に浮世絵のすり損じをもらっていたようだねこんな髪お供えにもなりゃしませんが。 あなたがもらってくださるものですから、私も気にかけるようになってしまいました。一応ではありますが、数点ここに置いていきます。どなたかに手紙を書いているようでありましたし、極楽ででもお使いください。<っ> <laughs> <laughs> スリソンすり損じの浮世絵に手紙お前さん随分雑な手紙を書いていたものなね新しい恋人にでも書いていたのかいああ思い出した思い出してしまったきっと私はその手紙を処分したかったんだああ恥ずかしい よりにもよってこんな処分しに行たいああ仕方がない頼む処分しようにも私には触ることができないから <laughs> はいということで体験版はここまでになります続きがね気になったらご自分の手でプレイしてみてください 製品版はね410円ぐらいで売ってるのでねそこまで高くないですがまあ VR とか高いかもしれませんがね、まあ、頑張ってね貯めて買ってみてください、はいということで今回はここまでお疲れ様でした